料金所と美山を望む徳島インターチェンジは、徳島県徳島市川内町わざ沖の島にある、徳島自動車道のインターチェンジである。徳島市への最寄り IC であるが、以前は、神戸淡路鳴門自動車道、高松自動車道と接続していなかったため、両自動車道から徳島市へアクセスするには、鳴門 IC や板のインターチェンジなどを利用する、必要があった。 2015年3月14日に徳島自動車道のナルトジャンクション徳島インターチェンジ間が開通して以降は両自動車道方面からも徳島インターチェンジを利用可能になった。法定路線名の四国縦貫自動車道は東 IC が起点となっている。また、キロポストは東 IC でリセットされる。かつては東 IC 内に料金所が設置されておらず、 アイズミインターチェンジ方面の本線上に設置されていた徳島本線料金所で通行券の発券と料金の徴収を行っていた。ナルトジャンクション徳島インターチェンジの整備に伴い、2013年6月4日に徳島本線料金所は廃止され、料金所機能は東 IC に新設した料金所に移転された。また、料金所の新設に合わせて、 2013年3月15日と同年6月4日の2回に分けて国道11号に接続する東 IC の出入り口が移設された。なお、ナルトジャンクション徳島インターチェンジ間は2015年3月14日に開通した。ありがとうございます。